米、西、ジャンプの楽曲が4月期の連続ドラマ2作に起用されると3月23日に発表された。久しぶりのシングルリリースというだけでなく、5月下旬に2週連続で発売されるということもあり大きな反響を呼んでいる。今回、米、西、ジャンプの楽曲が起用されたドラマは、伊野尾敏28が出演する、派生夫の三田園、テレビ朝日系と、知念侑李25が7年ぶりに主演を務める、頭に来ても、アホとは戦うな、日本テレビ系の2つだ。各メディアによると、三田園のエンディング曲、愛だけがすべて、What Do You Want? は、グループ初の DVD シングルであり、ドラマの主演を務める松岡昌宏、42も選曲に携わった。さらに、頭に来ても、アホとは戦うな、に起用された、ラッキー・アンラッキーの CD 作品には、山田涼介、26の6年ぶりのソロ楽曲、Oh, My Darling も収められているという。今回は昨年8月にリリースされた前作コスミックヒューマン以来9ヶ月ぶりのシングル発売、話題性満載ということもありファンは歓喜の声を上げている。全然シングルとか発売してくれやんなって思ってたらまさかの初2週連続リリース。2週連続新曲でどっちも主題歌、すごいすごい、めちゃくちゃ嬉しい。もう事務所さん本当にありがとうございます。2週連続発売ってことは M ステも2週連続出るかな。新元号でも快進撃に期待できそうだ。